アジア横断鉄道。アジア横断鉄道、アジア横断鉄道は、国際連合アジア太平洋経済社会委員会が提唱しているアジア諸国の相互間及びアジアとヨーロッパを接続する鉄道路線網である。沿線国は29カ国、後述、路線の総延長は8万1000kmに及ぶ。アジア横断鉄道は、アジア諸国間やアジアとヨーロッパをまたぐ貨物の輸送時間や輸送費用の削減を期待して計画されており、主にコンテナ車からなる貨物列車の運行を想定している。また、内陸国から港への接続路を確保して、地域の経済発展を支えることも、計画の目的の一つである。ただし、西アジアのアラブ諸国は国連が管轄しているため、ESCAPが主張するアジア横断鉄道の路線網には含まれていない。計画には、国際鉄道連合と鉄道国際協力機構、OSShDが協力しており、ESCAPはできるだけ各国の既存の鉄道路線を利用し、国境部分でそれらを接続することで路線網を実現しようとしている。アジア横断鉄道計画の障害の一つが、期間の違いである。横断鉄道の沿線諸国では、主に4つの異なった期間が使用されている。ヨーロッパの大部分と、トルコ、イラン、中国、朝鮮半島では 1435mm 標準期、ロシアなど旧ソビエト連邦諸国とモンゴルでは 1520mm、南アジアでは 1676mm、東南アジアでは 1000mm、メーターゲージである。横断鉄道計画では、既存路線の改め期はほとんど行わず、コンテナの積み替えを機械化することで対応している。2006年にESCAPが採択したアジア横断鉄道ネットワークに関する政府間協定に参加している国は下記の24カ国ある2018年時点。またESCAPが公表したアジア横断鉄道ネットワーク図2016年版で鉄道ネットワークが国内を通っているがアジア横断鉄道ネットワークに関する政府間協定に参加していない国は下の5カ国である。2018年時点。なお、アジアのESCAP加盟国のうち、日本、フィリピン、ブルネイには、ネットワークの対象となる、鉄道路線がなく、東ティモール、ブータン、モルディブには、鉄道自体が存在しない。1960年、ESCAPの前身の国連アジア、極東経済委員会は、イスタンブールとシンガポールを、南アジア経由で結ぶ、総延長1万4000kmの鉄道路線の計画を発表した。これがアジア横断鉄道計画の起源である。1976年のESCAPの会合では、計画は港と内陸部の接続なども視野に入れたものに改められた。とはいえ、1960年代から80年代にかけては、冷戦や沿線諸国の地域紛争などにより、路線の接続はほとんど進まなかった。1980年代末以降、国際情勢の改善やアジア諸国の経済発展により、横断鉄道の計画が再び注目を浴びるようになった。ESCAPは1994年から2001年にかけて4つの回廊について調査、研究を行った。また2003年から2004年にかけて、数回にわたり国際コンテナ列車の試運転を行っている。2001年までに以下の4つの回廊について、経路の選定、需要や所要時間、輸送コストの評価、問題点の指摘などの調査、研究が行われた。北部回廊は主にシベリア鉄道を利用して、東アジアとヨーロッパを結ぶ。ほとんどの部分がすでに実用化されている。アジア部分での沿線国は、大韓民国、韓国、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、中華人民共和国、中国、モンゴル、カザフスタン、ロシア。東側では、中国や東南アジアの鉄道網と接続するほか、回路で日本などとも結ばれる。西方では、ヨーロッパの鉄道網と接続する。また、国際鉄道連合などの案では、ノルウェーのナルビクから回路で、北アメリカ東海岸と結ぶものもある、北部東西貨物回廊。具体的な経路として以下の5つがある。なおESCAPの研究では、路線の西端をドイツのベルリンとして時間や費用の評価を行っている。ロシア沿海地方のナホトカ湾内にあるコンテナ港、オーストチヌイを起点とし、シベリア鉄道を経て、ベラルーシ、ポーランド領内を通って、ベルリンに至る。総延長は、約 11,600km、シベリアランドブリッジとも呼ばれる。すでに全線開業済みで、電化、複線化されている。国境は3カ所あり、ベラルーシ・ポーランド国境で期間が変わる。なお、同経路には、エカテリンブルクで、経路 E、ウランウーデで、経路 EE で経路 4A、ウスリスクで 4B が合流している。中国チャンス省の村軸も港を起点に、老海線で、蘭州、蘭新線で、ウルムチ、北強線でアヘーシャゲ、山口、西伊各線でコルガスを経由し、カザフスタン領内を通って、エカテリンブルクで、経路 I に合流し、ベルリンに至る。総延長は 12,000km、ユーラシア横断鉄道などとも呼ばれ、この場合は、西端はオランダのロッテルダムとされる。またかつてのシルクロード、天山北路に並行することから、鉄のシルクロード、シルクロード鉄道などの通称もある。中蘇友好で作られ、1990年に完成、全線開業済み。国境は5カ所あり、中国、カザフスタン国境と、ベラルーシ・ポーランド国境で期間が変わる。中国の天津を起点とし、北京から州2線によって、ウランバートル、モンゴルを経由し、ウランウデで、経路 I に合流し、ベルリンに至る。総延長は、約 9,500km。全線開業済み。国境は5カ所あり、中国、モンゴル国境と、ベラルーシ・ポーランド国境で期間が変わる。なお、同経路には、北京で経路 4C が合流している。韓国の釜山を起点とし、ベルリンへ至る。途中の経路によりさらに以下の3つに細分される。軽減線のうち南北朝鮮間の軍事境界線を挟む部分が分断状態にある。国境は5カ所、南北朝鮮の軍事境界線を除くあり、中国、ロシア国境とベラルーシ・ポーランド国境で期間が変わる。東海線の東海北部線区間、及び東海中部線区間が未開通である。国境は4カ所、軍事境界線を除くあり、朝鮮、ロシア国境とベラルーシ・ポーランド国境で期間が変わる。路線は全線開通済み。国境は6カ所、軍事境界線を除くあり、中国、ロシア国境とベラルーシ・ポーランド国境で期間が変わる。軍事境界線を避け、韓国の港から海路で中国、または北朝鮮、ロシアの港に至り、そこから上記のいずれかの経路に合流する。仁川、または釜山から中国の天津、青島、蓮雲港、上海などに向かうルートと、釜山から北朝鮮の羅津、またはロシアのボストチヌイ港に向かうルートがある。南部回廊はタイ、または中国雲南省から、ミャンマー、バングラデシュ、インド、パキスタン、イラン、トルコを経て、ヨーロッパに至る路線、及び、これから分岐する、支線網である。支線の一部はスリランカにある。西側で、ヨーロッパの鉄道網に接続し、東側では、中国や、東南アジアの鉄道網と、また途中で分岐して、中央アジアと接続する。具体的な経路として、以下の3つがある。中国雲南省の昆明を起点に、マンダレー、ミャンマー、ダッカ、バングラデシュ、コルカタ、ニューデリー、以上は、インド、ラホール、パキスタン、テヘラン、イラン、アンカラ、イスタンブール、以上はトルコなどを経由し、トルコ・ブルガリア国境に至る。うち、トルコ国内のバンコとボスポラス海峡は、鉄道連絡船で渡る。総延長は 11,705km。中国、ミャンマー国境、ミャンマーインド国境、イラン東部に未開通部分があり、その距離は計 1,820km である。インド領を2回通るため国境は7カ所あり、中国、ミャンマー国境、バングラデシュ国内、パキスタン以来国境で期間が変わる。なお、同経路にはマンダレーで経路タールウェス2が合流している。ESCAPでは、昆明フランクフルト、ドイツ間で時間やコストの評価を行っており、その場合総延長は約 13,000km となる。タイのバンコクの北西 210km にあるナムトック、対面鉄道タイ側現存区間の終点を起点に、ミャンマーの首都ヤンゴンの北 75km にあるバゴーを経由し、マンダレーでタール S1 と合流する。ナムトックバゴー間では、かつての対面鉄道の経路を通るアントより、南よりのダウェイを経由する案があり、ナムトックマンダレー間の総延長は、前者の場合 1078km、後者の場合、約 1200km である。両案とも、サルウィン川川口は、鉄道連絡船で渡る。対面鉄道の経路の場合は 263km、ダウェイ経由の場合は 150km の未開通区間がある。インド領を2回通るため国境は7カ所あり、バングラデシュ国内、パキスタン以来国境で期間が変わる。中央アジアの内陸国とヨーロッパ及び海溝を結ぶ路線であり、イラン国内を通る。イラントルクメニスタン国境のからテヘランを経て、イラントルコ国境に至る経路と、ファリーマーンから南下してでタール S1 と交差し、ホルムズ海峡北岸の港、バンダリアッバースに至る経路からなる。また、サラフスファリーマーン間は、新線建設の代わりに、テヘランを経由する案もある。サラフスファリーマーン間に 164km、ファリーマーンバクフ間に 635km の未開通区間がある。東南アジア各国及び中国雲南省を相互に接続する路線群である。沿線国は中国、ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、マレーシア、半島部分、インドネシア、ジャワ島、スマトラ島、ラオスの全域と中国、ラオス国境、中国、ミャンマー国境、ベトナムカンボジア国境、タイラオス国境、タイミャンマー国境などが主な未開通区間である。南北回廊はバルト海沿岸とペルシャ湾沿岸を結ぶ路線である。沿線国はフィンランド、ロシア、アゼルバイジャン、アルメニア、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、イラン。北側からは海路や鉄道でヨーロッパ、北アメリカと南側からは海路や鉄道、南部回廊で南アジアや東南アジアなどに連絡する。起点はフィンランドのヘルシンキ、終点はイランのバンダレアッバースとされているが、途中の経路は以下の3つがある。ヘルシンキからサンクトペテルブルク、モスクワ、ボルゴグラードを経由して、カスピ海北岸のアストラハンに至る。ここからカスピ海の西側のカフカース地方へ向かい、以上ロシア、バクー、アゼルバイジャン、アルメニア南部、ナヒチェバン自治共和国、アゼルバイジャンの飛び地を通って、イランに入り、テヘランを経由して、バンダレアッバースに至る。総延長は 6501km。全線開業済みで、3046km が、複線化 2360km が電化されている。アゼルバイジャン領を2回通るため国境は5カ所あり、アゼルバイジャン・イラン国境で期間が変わる。なお、アゼルバイジャンのオスマンリー・ノーバヤで現路線と分岐し、カスピ海西岸のを通って、イランのガズビーンで、再び現路線に合流する案もある。アスタラ・ガズビーン間 366km が未開通であるが、開通すれば 541km の短縮となる。ほか、国境通過回数を3回減らすことができる。アストラハンのやや北に位置するで、カフカスルートから分かれ、以上ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンを通って、テヘランでカフカスルートに合流し、バンダレアッバスに至る。途中ウズベキスタン・トルクメニスタン国境地帯のアムダリヤ側に沿うルートと、ウズベキスタン領の内側を通るルートの2通りがある。総延長は、前者の場合 7549km、後者の場合 7885km。なお、イラン領内でテヘランを経由せず、マシュハド対岸に新線を建設する案もあり、実現すれば約 1000km の短縮となる。また中央アジアでも何カ所かで、現ルートより西側に短絡線を設ける案が、全線開通済みで、両ルートとも約 20% が複線化、約 30% が電化されている。国境はアムダリヤ川沿いの場合7カ所、ウズベキスタントルクメニスタンを2回ずつ通るため、後者ウズベキスタン両内側経由の場合5カ所あり、トルクメニスタンとイランの国境で期間が変わる。アストラハン、ロシアからイランのカスピ海岸の港まで鉄道連絡船で渡り、テヘランで他のルートと合流する。ただし、イランの港はいずれも鉄道で結ばれていないので、210km から 250km の新線を建設するか道路で連絡することになる。ESCAPでは2003年から2004年にかけて、主に北部回廊で以下のようなコンテナ列車の試運転を行った。試運転の目的は、横断鉄道の問題点の洗い出しや、各国の鉄道事業者同士の協調のほか、荷主に対するデモンストレーションも含んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。